芦田愛菜さんって確かすごい偏差値の高いところに入ったんですよね、はい、でその仕事は多分減ったと思うんですけど、結果としてちゃんと頭のいい女性女優っていう形のポジションになったんですよね。確かにちょっと前まではまだ子役の可愛い演技の上手い子だったんですけど、はい、大人の時に売れるステータスっていうのをちゃんと今から作ってるんですよ。なるほど。二十歳過ぎたらもう子役じゃないじゃないですか、はい、そうすると二十歳の時に自分にどんなスキルがあるのっていう時にちゃんと学校で勉強しました。でじゃあ大学生の役来た時に大学生になったことなかったら何やっていいか分かんないじゃないですか、うん、はい、サークルって何って分かんないんで、なので大学生活も知ることで大学生の役もできますよと、うん、でその同級生が会社に入ることで話を聞いて、あ会社員ってこういう感じなんだっていうので会社員の役もできるようになるっていうのもあるので、自分の人生を広げる上でも大学はちゃんと行った方がいいんじゃないかなと思います、うん。